テクラジ。皆さんテクニチはノックス契約のミネとヒロブです。皆さんテクニチは同じくノックスのネオン役カイトです、はい、この番組は現在アプリゲームが好評配信中、そしてテレビアニメも絶賛放送中の新世代メディアミックスプロジェクトテクノロイドの魅力をお伝えしていくラジオ番組です。はい、テクラジ41回目ですね。はい、今週もノックスから我々2人がパーソナリティとなっております。はい、ついに、はい、テクマイが放送されましたが、うん、バチ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 、静かな静かな静かな、バチ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 。で、今こう撮ってるタイミングの僕らはね、この見た後の皆さんの反応をちょっとまだ見れてはいないんですけど、うん、どうでしたかね、本当どういう反応してもらえてるんだろう。ネオン最高、ネオン最高、ケイ最高、ケイかっこいい、こういう感じか、うん、こういう感じでいいか、分かんない、絶対違う、こういう感じで絶対違う、君が始めたんだぞ、うん、あ、人のせいにすんな、あ、人のせいにすんなよ、よくないな、おい、よくない、今の俺がよくないな、人のせいにすんなよ違う、アニメの話はしないです、アニメのね、そのままアニメの話してよそうそう、でも楽曲も要は聴いてもらって、はい、歌って踊る彼らと、そうだね、物語と、ついに始まったって感じですから。でも本当こうね、歌とかもさ、うん、撮ったのはだいぶ前、そうだね、撮ったのは前だね、そうってなると僕ら的には本当やっとお届けできたっていうところではあるんですけど、うん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 、いや改めて、まあ、放送をね見てもらったという体で、うん、話すならマジでオープニング楽曲というかなんていうの、この、はい、ラブノーヘイト、ラブノーヘイト痺れますよね。そうね、でもまだ1話ですか、1話の時にはオープニング映像はないわけですから。確かに、これからか、じゃあ、はい、2話からオープニング映像になりますから。お、1話はね、今最近よく見るエンディングの位置にオープニングが来る、そうだそうだそうだね、感じですから。確かに。そしてですね、はい、明日は成人の日なんだって。おお、成人された皆さん、成人だ、もう新成人だ、そう、成人前ですね、今日最後の、おお、明日の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。大人の階段登るらしいよ、カイトくん。ねえ、大人の階段登るいただきました、ああいただきました。僕らもね、ありましたから、そういう時期が。成人式は何着てた、何着てたんだろうな、え、あ、記憶が、え、成人式何着てたぐらいは分かるよ多分。あ、でも普通にスーツとかそっち系じゃない、うん、何着てましたか。袴、あー、袴は着てない、嘘嘘嘘嘘ついた、この人普通にスーツ着てた、あ、全然普通だった、すっごい嘘じゃん、急に挟み込むじゃん。まあですよ、まあでも新成人ってことはもう大人ですから。そうだよ、はい、大人の自覚を持ってこれから頑張っていただければなと思いますけど、はい、どうですか、カイトさん、この言葉、うん、なんかちょっと肝に銘じて僕も、本当に、はい、自分に聞かせるように、ね、大人ですから。そうだね、大人の自覚を持って、はい、結構いい感じの大人ですから、もうそうなんですよ ね、考えてみればね、そうだよ、そう、ちょっと肝に銘じていこうと思います。はい、はい、それではそれでは参りましょう。だいぶ引っ張ってないと大丈夫、はい、テクラジスタート。この番組はテクノロイド制作委員会の提供でお送りします。テクラジ、というわけでテクラジ41回目です。はい、テクマイの第1話放送となりましたね。はい、なりましたよ、なりました、はい、もう、いや、すごい。いや、すごい。すごい、確かにすごい。すごいことだよ。すごいよ。放送してんだよ。確かに。放送してるっていうことはもうすごいことですから。僕、本当、ね、はい、初アフレコというか、初アニメで、はい、もうすでにね、要は放送されてるって考えただけで、今ちょっと、お腹周りがキュッてなり
ましたけど。あ、それは多分一通です。すごい、はい、ネオンね、うん、無視された今。一通の件無視した今、うん、もうあのキュッてなる。もうそんな一通の件に触れる余裕もないぐらいですか、うん、アニメ触れよ。アニメに触れましょう。そんなもん触れますよ、もちろん。信用せえよ。機嫌悪いんか。大丈夫大丈夫大丈夫。信用せえよ。おバカしてるだけじゃないから。いや、そうだね、ちゃんとやってるよ。そうなんだよ、ちゃんとミネタもちゃんと仕事してる。4人の中で一番しっかりしてんだから。そう、仕事してんだから。そう、大丈夫だよ。そんなボケボケボケてるわけじゃないから。仕事してるって言わない。仕事してんだよ。仕事してるって言わないで。仕事してんのよ。仕事してるって言わないで。そう、アニメの話するから今から。そう、アニメの話しましょう、はい。ということで、まあ1話というわけですけど、まあ1話はね、いろいろありますよね。うん、なんか花火が上がったりね。そうだね、うん、最初のさ、やっぱ4人の絡みというか、うん、あれもなんかすごい。僕らはやっぱスタートがあれだったじゃないですか、はいはいはい、収録の、うん、すごいやっぱいい空気感が改めて、なんかこのゲームから始まって、うん、僕らが積み上げてきたってなんか言うのも変だけど、はい、自然とこう積み重なってた時間が、うん、自然と投影されてる感じ、めちゃめちゃ良かったですよね、はい、そうだね。なんかそういうのも伝わってるといいなとは思いますけどね。ね、なんかそういうのはやっぱフィルムに乗るっていうのを諸先輩方からやっぱ聞きますから、そういう話はね。あ、そうなんだね、うん、その演者間の距離感とか、うん、そういうのはやっぱ絶妙なところにやっぱ乗っかるっていうのはね。そうね、いろんな人が言ってますから、そういうのが伝わってるといいんですけど、はい、まあ、あのノックスが初めてバベルに挑戦したりしてるわけなんですけど。そうですね、初めての挑戦はすごかったですからね。すごかった。いろんな意味で多分ノックスと同じ感じだったよね、僕らもね。いや、まあ本当にね。いやどうだろうね、それは、うん、それはまあでもバラバラってこと？そう、ね、バラバラってことか。うん、そんな。まあでもこれ各種でも話してるんですけど、うん、まあね、あのシーンだいぶ問題のシーンでして。問題のシーンでした。浦和樹演じるコバルトが、迷子の、違うな、ゾウさんか。ゾウさんです。ゾウさんを歌ってるんですけど、はい、あのゾウさんがですね、1話収録時に撮りきれなくてですね。そうです。はい。で、1話っていうもんはですね、まあ基本ね、どんなアニメでも A パート B パートみたいなこと、うんうん、まあ、おまけで C パートついてたりとかあ ありますけど A パートの方にね、あのゾウさんがあったんですよ。そうです。でゾウさんのパートになってすごいやっぱね、うん、彼もある種アーティストなんで、はい、やっぱ新しいゾウさんを生み出そうとしてしまったんですよ。そうなんです。ゾウさん中にね、はい、ゾウさん中にね転調するっていう、はい、新しいゾウさんを出しちゃってだからこ そ、ね、ちょっと今回はそのゾウさんちょっと合わないですよってなって、うん、A パートしか取れないという事象が発生した。そうね、あったな。次週持ち越しっていう感じでね、はい、ゾウさんを1週間持ち越して。でゾウさんの仮歌用意してもらって。でもね、別に練習をしていなかったわけじゃなくて、はい、もう電車に降りる駅降り損ねるぐらい、もうしばらくずっとゾウさんを聞き続け、ゾウさんを練習し、でいざゾウさんで、まさかの、まあ、練習しすぎてオリジナリティが強かったのかな、ね、本人もだいぶ振ってましたから、丁寧にね、もう入りの時点から俺もゾウさん聞きすぎてもう電車乗り過ごしちゃったんだよねみたいな。そうそう、言うもいけると思うとか、う、振りは完璧でした。すごい振ってたんだよ、うん、そりゃそうなるかってなって。いやでもね、ちゃんともう次の週にはね、ちゃんと完璧にゾウさん仕留めたんでね。そうだね、はい、いやゾウさんは仕留めてないんですけど、仕留めたんで、ゾウさん仕留めたからこそ、皆さんにあのゾウさんをお届けしてるっていうわけなんですよ。ゾウさん仕留める。そしてですよ、その後アカペラパートもねありましたけど。あー、あったね。あれすっごい緊張したね。あったね、あれ。そうなんですよ、皆さんね、歌はもちろん歌だけで撮ってますよ、もちろん、はい、もちろんもちろん、ね、劇中に出てくる歌とかはちゃんと歌撮りますよの日に撮ってるんですけど、うん、アカペラパートに関してはそのアニメと同時に撮ってるんで、そう、一人ずつこう、じゃあ次誰みたいな、次誰っていう感じで、もうね、4人誰から好きな順番でいいよみたいな感じで言われたんですよ、アカペラのとこ。そうなの。もうもちろんカイト君行かせるしかないんで最初は、ね、なんかみんなそうこっち見てきて、えみたいな。だってカイト君は歌の人なわけですから。そうですね。そうからもう僕もためらうことなく、はい、あ、じゃあ僕から行きますっ
てもうワンテイクで仕留める気持ちで行ったんですけど、はいはいはい、見事にガチガチにリテイクもらって海斗くんが緊張してるって歌声で分かったの初めてねえ、なんかあれ緊張してるって思ったそう、終わった後にヒロムくんがさこう目があって海斗くん緊張してるっていうありましたけど、したらちゃんとそれがね伝染したのか、うん、そうね、ヒロムくんも確かに今まで一回も裏返ったことないところで裏返ってたもん、ね、そうそうそう、で一回も見せたことないなんか変なの出たよね出たね、初めて聞いた、そうあれ面白かったな、いやもう本当になんかそう考えるとすごいこうある意味思い出に残る一話収録でした、ね、僕はあのエソラの思い出の場所でね、そう思い出の場所で思い出作っちゃった、思い出作りましたねそしてですよ、はい、2回目のバベルの挑戦でみんな歌ってステージクリアということで、はいもう、はい、そこをねスタンドアローンさんが見てるわけですよ、そうです、面白いやつが出てきたねみたいな、そう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 、嬉しかった、嬉しかったっていうかめちゃめちゃ緊張と、なんか 見る瞬間も緊張はしましたけど、やっぱ本当に4人の歌の重なりは、胸張っていいなって改めてですよね、うん、思いますわ、すごい感じましたね、はい、そしてね1月11日には第2話が放送となります、そうだよ、いやもう1話の終わりからしてもだいぶ不穏な雰囲気がね、しかもこの日 K の誕生日ですよね、そうじゃん、そうだよ、そうじゃん、 K の誕生日だよ、そうじゃん、誕生日にアニメ放送あるの、うわうわ、何するのかな、何しちゃうんだろうねこれ、うん、1月11でしょ、そう、トッポギ食べよトッポギということで皆さんあのノックスに何が起きるのかお楽しみにということで、はい、ぜひ2話もご覧ください、はい、それではここでリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきましょう、はい、でお願いします、紹介します、いラジオネームマギカルさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ノックスの皆さんテクニチュア、テクニチュア、こんにちは、先行上映会で第1話見させていただきました、ありがとうございます、ノックスの4人の仲がいいのか悪いのか、なんともいい感じの距離感が良かったです、笑いあれそうだった、いや1話はね、ああそっか、そりゃ1話はそりゃそうでしょう、そうかそうか、じゃあのアニメの中のノックス、そうね、そうだよね、あの、うん、舞台挨拶に出てきたノックスじゃなくて、そうそう、そっちに引っ張られちゃった、確かにそうだね、ノックスはあの彼らなわけですからね、そうですそうです、はい、そうです、先行者そうね、はい、そうですということで、はい、絶妙な距離感が良かったですなんですけど、ちなみに私の推しは完全にエソラくんです、くー可愛かったですって、そうね、本当ね、父親とのつながりに悩んでいたエソラくんが少しでも前を向けたのは素敵でした、はい、今後エソラくんがどう活躍するのか楽しみにしています、はい、ということなんですけど、はい、まあね、そらくんね、うん、だいぶキーを握ってると思いますけどね、そうだね、もうあの1話のね、はい、最初の時から、うん、なんかちょっとこうなんか抱えてみんなに出会ってじゃないですけど、うん、これからどういう風にそれが展開されていくのかみたいな、はい、楽しみですけど、うん、はい、ということで、メール、まあ2話3話とね、これから楽しみにということで、はい、メールありがとうございました、ありがとうございました、テクラジでは皆さんからのメールお待ちしております、テクノロイドに関するメールや僕たちへの質問メッセージ、他にも何でも構いませんのでどしどし送ってきてください、さてここで1曲、ノックスでラブノーヘイト、出会わないままわからない、分かりたいからラブノーヘイト、予測数字を塗り替え、アクティベートする未来、喜び苛立ち悲しみサウダージ、勝利不能行動、それをランニングするたび景色は変わるの、人へ近づくの、始まるゼロから、モノクロームから、何が起きるのか一切に、一つまた一つ連鎖する、もどかしいくらい基本的なフィール、明かす旅へと出よう、エンドロール破けば蒸発
ですよ。そうだね、これは、うん、なんか結構歌う側は結構難解な楽曲というか、いや難しいよ、難しいじゃないですか。でも聴いてみると結構すごくキャッチーで、そうだね、なんか分かりやすい曲というか、これすごい不思議だなって僕思いました。いざ歌ってみると難しいんだよってなる。すっごい難しい。すっごい難しい。いざ歌うとなると難しいんだよってなる。そう、これはたくさんね聴いて覚えてもらって、なんかいつか歌ってほしいですね。確かにね、歌ってほしいですね。一緒に歌いたいな。確かにそうなるといいなとも思います。はい、お送りしたのはノックスでラブノーヘイトでした。テクラジ。さあここからはコーナーをやっていきましょう。まずはこちら、キズナノックス。コバルトクロム系ネオンの4人のグループノックスは超巨大エンターテイメントタワーバーベルに挑戦してより上のステージを目指しております。そんなノックスがさらなる高みを目指すには絆がとても必要です。はい、そこでこのコーナーでは我々の絆を試すため、リスナーの皆さんからチャレンジをしてほしいことを送っていただき、我々が協力して挑戦するコーナーとなっております。はい、協力ね、協力してね、協力して、はい、うん、どうした疲れたか。いやいや、協力するコーナーだぞと。うん、そうだよ。そう、聞かせてくれ。どういうこと？結構信用ないの？いやいや、もう無茶ぶりの王だから、あなただから、はい、仕事してんの？仕事してるって言わない。何回言ったら分かんの？仕事してるって言わない。本当に仕事してるって言わないの？振らないこともできるんだよ。いやだからそれはあの思ってて、ね、そう思ってて、思ってて、そうそう、あるよ、大丈夫よ、信用してって思ってる。分かった分かった、みんなに常に思ってる。そうか、なんかあいつ無茶ぶりのやべえやつみたいに思われてるけど逆にもうちょっと信用してもらっていいかなみたいな。そうだね、大丈夫、普通にやろうと思えばできるから背中を任せればいいね。そうだ、困ってる方が面白いんだからみんな。そういうことよ。僕らでもね3人はいつか本当にヒロムを困らせたい、困らせたいって、いつでもいつでも来いよって感じだからね。でもね毎回返り討ちに会うのよ。3人とも誰も勝てない。みんな考えすぎなんだって。あ、なるほどね、考えてないから、感じたままに。そうそうそう、感じたままに言ってくれればいい。じゃあちょっと感じたままに行きます。あ、そう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 、はい、そういうことですからね。行こう行こう、仕事してます今。仕事してるって言わない。仕事してるって絶対言っちゃダメ。仕事してんの、うん、思ってるだけにして、それは、はい、ということで、まあ、チャレンジコーナーやっていこうと思うわけなんですけど、はい、なんか最近は全然チャレンジをクリアできてないらしいですね。うんうんうん、はい、もう僕が前挑戦したのは渋谷くんとのやったやつかな、はい、うんうんうん、なんでね、まあ、それもなんかギリギリクリアしてなかったんだよね。なんかね、僕も挑戦した時に1秒足んなかったとかで、そうだね、なんかあと一歩なんだけどね。まあまあ今回はねできるでしょうということでね、はい、任せてください。チャレンジを発表します。はい、こちらです。お願いします。夕食レポ当てっこゲームに絆チャレンジ。癖が強いな、なんだって。ちゃんと聞こえた？エア食レポ当てっこゲームね。そうそうそう、そういうことですよ。はい、こちらはですね、ラジオネームハムハムハムストリングさんからいただいたチャレンジ案を参考にして制作されております。はい、このチャレンジですが、一人が料理名を書かれたお題を引いて、うん、その料理の食レポをエアーでやります。まあ、エアーでやってもあの皆さん見えないと思うんで、僕たちは喋り続けながらやりますね。そうだね、喋った食レポのその、はい、感想をね、あの、うん、聞いていただきます。でもう一人は相手が一体何の料理を食べているのかを当てるというゲームになっております。なるほど、はい、なんですけど、まあもちろんエア食レポしてる時料理名を言ったらもうダメですよっていう、もう怒っちゃう、プンプンってプンプンするね、されちゃうから気をつけてくださいということで、まあ一応制限時間はあるんですけど、まあなるべくねすぐ短くね簡潔に分かりやすくね食レポしていただくことが一番重要となっております。そうだね、まあ、情報量が多いと逆に分かんなくなっちゃうこともね、そう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 、だから簡潔にね分かりやすくね、はい、やっていくわけなんですけど、ルールは分かりましたか？分かりました。これもう料理名が、自分聞いた料理名が、うん、分かんなかった場合でも突き進む感じ、うん、まあ想像でね。おー、なるほどね、分かりました。うん、そっか、なるほど、引き直すとかじゃなくて、もう料理名が分かんなかったら、うん、もう想像でいく。うん、そう、
カイト君食べたことないものとかありそうで怖いな。そうなんだよ、ちょっと思って、うん、そう、なるほど、じゃあもう正解が見えないまま突き進んで奇跡を待とうみたいな感じだ、はい、私からやります、私からやりますか。そうだね、はい、一回じゃあ俺当てようかな。じゃあまあそ、じゃあ私から最初食レポする側で、ヒロム君が食レポして僕が当てると。わ、はい、かりました。というわけで最初のお題引きます、はい、よーいスタート。はい、俺は見ちゃいけない。あー、はっ、あ、おいしそう、熱々ですね。熱いな、熱々のお皿に、あ、こういう四角いやつらがいっぱいいますね。あ、そしてちょっとピリ辛、あ、いただきます。はっ、ちょっとピリッと辛いですけど美味しいですね、癖になります。あ、このあんもいいですね。あ、こだわりの、あ、なるほど、あ、山椒かけて食べると美味しいんですか。あ、そうですか、じゃあ食べてみます。はっ、おいしい、おいしい、おいしい、どうですか、わかりました。わかった、はい、いくよ、じゃあ答えを発表お願いします。はい、麻婆豆腐。正解。うわっしゃ、正解です。すごいじゃん。いや、分かりやすかった、ね、辛いのと四角いっていうの、はい、四角いのは豆腐だと思った。はい、豆腐です。そうっていうところでもう結構前半できた。あー、もう、うん、早かったですね、うん、ビビビって。麻婆豆腐は食べてる。麻婆豆腐好き。麻婆豆腐は好きなんだ、うん、やっぱ好きなもの早いんだ多分。そう、じゃあ続いて、はい、いやー、今のね、こういいお手本があったので、はい、任せてくださいよ、はい、じゃあカイト君お題引いてください。はい、お題引きました。引きました。見ましたか。あ、あ、え、何、はい、はい、はい、じゃあカイト君の食レポ、エアー食レポお願いします。あ、うん、辛っ、辛っ、辛っ、何、ヤムニャムニャム、辛っ、辛っ、辛っ、え、何それ、辛っ、棒状のアイス食ってるみたいに食ってんだけど、辛っ、え、手で食うの、辛っ、辛っつ言いながら踊ってるけどさ、です、です。え、何それ、もう俺これしかできない。え、だって今アイス食ってるぐらいのテンション感でなんか食ってカラーって言って、なんか今度は手で食い始めて、皆さん見えないと思うんだ、カラー、手で食って、まだやってるよ、手で食うもんなの、これ辛いね、これ辛いね。でも辛いもんなのはあの、もう辛いって言ってるから分かりますけど、ええ、じゃあごめん。ね、じゃあ辛いもの、辛いものでしょ、辛いもの、辛いもの、辛いもので、はい、辛いもので、はい、ヒント来てる今。で、はい、辛いものの、はい、カタカナ。お、大体カタカナやろ。え、何、キムチ？なんだよ、じゃあ答え何ですか？トムヤムくん。お、トムヤムくん辛くないやろ多分。あ、そうなの？トムヤムくん食ったことない。あ、トムヤムくんって何？しかも麺でしょ多分。あ、麺なの？トムヤムくんって、トムヤムくんってなんだ、トムヤムくんってなんだっけ。カップヌードルにトムヤムくん味ありますよね。トムヤムくん、トムヤムくん、名前だけで辛いって言って、これか。あ、でも赤いよ、唐辛子も見える、辛いんだよ、だから辛い麺、やっぱ麺みたいなやつだよな、なんか、うん、タイ王国のスープ料理だって。あ、すすればよかったのか。なるほどね。何、アイスみたい、アイスみたいに食ってたよね。なんかさ、そう、あのヤンニョムみたいな、んか、あ、そう、そっちをイメージしちゃったのよ。ヤンニョムチキンみたいな。そう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 、なるほどね。そうをイメージしちゃったの。そういうこと。そう、はい、大失敗です。はい。ということで、はい。これ、え、以上？え、うん、以上なんですけど、うん、はい、今回のチャレンジはここまでということなんですけど、はい、うん、あの。うん、1正解の1間違いっていうことは、うん、これはなんだ、ドロー、ドロー、うん、これドロー、とだからもう何もなかったってことですね。そう、次は、はい、もう次これが開催されるかどうかもまだ分かっておりませんが、はい、あの今後ねちょっとあの揉みますんで、はい、揉んでみようと思いますんで、だからでもまあ、うん、
なんかカイト君の食ったことない食レポっていうか、なんかトムヤム君だとは思わなかったです1ミリも。いやーね、スープ料理手で言ってたからね。いや本当に考えてみたら、ね、食いながらカラーって言ってるしね。そうあー難しい、はい、というわけでリスナーの皆さんから我々にチャレンジしてほしいことをお待ちしております。はい、以上絆ノックスでした。はい、テクラジ。続いてはこのコーナー、ノックスオン。ノックスオン、ノックスオン、ノックスオン、ノックスオン。そう、良すぎてね、ちょっとノックスオン、ノックスオン。別のものに、汚いものに聞こえてしまったことは、言いませんけど。行くよ、はい、このコーナーは僕たちノックスのことをたくさんの人たちに知ってもらうために TikTok を使っていろんなチャレンジをしているコーナーです。このコーナー、ラジオとTikTok の連動企画ということで、はい、リスナーの皆さんからは、うん、僕たちノックスに TikTok でチャレンジしてほしい企画アイデアなどを送ってもらい、それを僕たちがやっていくというコーナーになっております。はい、やっております。はい、うん、まあね、前回は合体というか、うさぎ、うさぎ年ということでね、うんうんうん、あのうさぎ、リアルうさぎと、はいはいはい、バニーうさぎ、バニーうさぎが餅をつくっていうね、はい、やつでしたけど、まだ撮ってないけども、うん、今回は本当にあのもうちょっと優しいことを願いながらやっていきましょう。2人で乗り越えていこうって書いてますから、うん、もちろん。あれ、もちろんだよ。そうだよね、うんうん、そうだよ、もちろんだよ、カイト君。うわー、ボーイオンミ頼むよ、うん、それではリスナーの皆さんからいただいたメールをヒロム君、紹介お願いいたします。はい、まずこちらですね、ラジオネームヤシノミンさんからいただきました。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ノックスメンバーに TikTok でやってほしいことはエアーで雪合戦です。来たぞエアー。今は冬といえば雪といえば雪合戦。そうだね、二人で白熱した雪合戦をエアーでやってください。素晴らしい雪合戦をお願いします。どういうことですけど。なるほど、は、確かに白熱してる感じは伝わりましたけど、なるほどね、なるほど、まあ、確かに雪合戦、こう、エアー枠ですね。エアー、そうですね、エアー枠ですね、はい、では続きへ行きましょう、はいはいはい、ラジオネームマリンさんからいただきました。ありがとうございます。ノックスの皆さんに TikTok でやってほしいことですが、うん、水拳です。水拳水拳です。水拳、酔えば酔うほど強くなるという水拳を皆さんに披露してほしいです、うん、披露って何もできる前提で言ってくれてるけど、うん、酒がねえからな、まずな、はい、そうなんだよね。ノックスならきっとできる、私たちがすごいと思う水拳を見せてください、うんうん、なるほどねなるほどね、なるほどね、うん、いいよ、じゃあほらカイト君、この間決めたがってたし好きな方決めていいよ。違う違う、俺が一番決めたかったのは前回だったの、うん、前回が一番決めたかったの。いいよ君に任せた君に決めた。じゃあ水拳にしようか。その心は。やっぱあの、なんて言うんだろうな、雪合戦争いたくないじゃん。ほう。俺ら。うん。だ、一緒に水拳をやって、うん、グルーヴを高めるっていう意味でも。おお、水拳も格闘技だな。でもほら戦わないから。お互いに水拳見せて。誰が戦わないと言った。ちょっと待って。戦う気なのか。戦う気なのか。やめてくれ。水拳ありかなと思いますけど、どうですか。いいんじゃないなるほど、ありがとうございます。いいんじゃない。では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 、今回 TikTok でやることはラジオネームマリンさんからいただきました。水拳をやります。はい、はい、この動画は後日投稿されますので皆さんチェックお願いします。まだフォローされていない方はぜひこの機会にフォローをお願いいたします、うん、このコーナーでは皆さんから僕たちノックスにチャレンジしてほしい企画アイデアをお待ちしております。他にも良ければ実際に TikTok での人気企画や音源なども教えてください。全然やってないですけどね、本当に。いや本当にね、まあいいですよ、あとは皆さんちゃんと見てください。そうだね、本当にあのよろしくお願いします。あ、ノックスの楽曲流しながら水拳やる、ええー、
そういうのが可能なのであればね、いいよね。音源流しながらできますもんね、うんうんうん、ああじゃあノックスの曲流しながら水拳やりましょう。はい、ということで以上ノックスオンでした。テクノロイドインフォメーション。ここからはテクノロイドに関する情報をお伝えしていきます。はい、1月4日に放送したアベマ特番で解禁になりました。アニメオンエア&ゲーム1周年ダブルキャンペーンの全16個の企画がついに解禁されました。おめでたい、はい、全部その16個をドドッと紹介しちゃいます。はい、お願いします。はい、その1、はい、ラムさん書き下ろし、はい、1周年記念メモリー、はい、はい、そしてその2、毎日10連無料最大200連ガチャ、はい、毎日引いてね。はい、その3、テレビアニメ放送直前特番、はい、この間ありました。はい、ありがとうございます。その4、1周年記念イベントを開催、はい、これもありますよ。はい、その5、アニメそしてゲーム連動ログインボーナス、はい、クレジットいっぱい貯めましょうね。はい、その6、YouTube フルリレー、はい、全28曲こちらどんどん流れます。お願いします。その7、アニメイト店舗連動プレゼントキャンペーン、はい、レジでテクユニのログイン画面を見せてください。はい、そうするとねチラシいただけます、はい、ログイン画面じゃなくてゲーム画面でも大丈夫ですね、はい、その8、アニメオンエア&ゲームファーストアニバーサリーフェア開催、フェアされてます。はい、そして、ここからですね後半の、はい、解禁された情報になります、うん、その9、ユニットリーダーズによる1周年記念楽曲公開、はい、はい、ルッカさんがすごく、うん、あの激推し曲って言ってたんで、うんうん、マジで楽しみにしてください、はい、その10、こよみ作みつきのゲーム実装決定、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ようこそ、楽しみ、うん、その11、アニメ使用楽曲がいち早くゲームに登場&アニメ曲のソロライブ開催、それは一体どんなメモリーがもらえるんだ、これはちょっと熱いです、うん、はい、そしてその12、ユニゾンフェスの楽曲&ストーリー公開、出ました、ユニゾンフェスのね、はい、これも楽しみにしておりました、うん、これ確かフルボイスですもんね、あらまあ、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。その13、近畿日本ツーリストプレゼンツテクノロイドユニゾンハート&ホテルコラボ、はい、ホテルを掛け算しましたね、はい、掛けてます、これ掛けてます、はい、これは押し上げの方でやるですね、押し上げ、地名を押し上げていこう、押し上げていきましょう、はい、皆さんで一緒に押し上げていきましょう、はい、はい、その14、ファンアートギャラリー、はい、こちらは専用のハッシュタグでね今やってますんで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。そしてその15、テクユニそしてカラオケの鉄人コラボということで、あらまあ、これは要はあれですよね、 CD になってる楽曲はもう全部歌えちゃうはいはい、はい、ことなので、はい、まあノックススタンドアローン以外の楽曲もカラオケで皆さん歌えちゃうという、あとはなんかコラボメニューとかあったりするんですかね、あるある、これはコラボって言ってますからね、うん、これはもうぜひぜひ皆さんから鉄にゴーです、うん、はい、その16、 LINE スタンプ第2弾販売決定、おお、どういうの来るんだろうね、ね、確かにこれちょっと楽しみですね。第一弾はもう使ってますからね我々ね、使ってますよくね、グループライン、はい、ノックスのグループラインでよく使われてます、よく使われています、はい、以上の16個となります。はい、ひろぶくんどれが気になりますか。いやもういろいろありすぎだよね、ほんとユニットリーダーズの1周年記念楽曲はめちゃくちゃ気になってますね、これ本当に気になりますね、はい、もう皆さん全身で受け止めてください、はい、はい、毎日1個ずつ受け止めていきましょう、はい、ということで続いて改めてテレビアニメテクノロイドオーバーマインドの放送情報です。はい、次回の第2話は1月11日水曜日24時からテレビ東京にて、そしてテレビ大阪では1月11日水曜日25時35分から放送です。配信サイトではアベマにて1月11日水曜日24時30分から無料配信、そして見逃し配信はアベマ DMMTV 他にて1月11日水曜日25時から順次配信スタートとなっております。はい、そして
ハッシュタグ頑張れテクノロイドの応援広告の掲示が今日までとなります。なんと、はい、キャラクター原案ラムさん書き下ろしのイラストを使った応援広告です。東京の池袋、大阪の難波での駅広告と東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市10カ所でのサイネージ広告、そして340カ所以上のチャージスポットの掲示が本日までですので、今日行けそうという方はね、ぜひ今日駆け込みで最終日楽しんできてください。本当にね、これは見ておくべきですね、皆さんね。本当にもう感動よ。いや、ありがたい限りです、ね、みんなの力あっての、応援広告ですから、うん、はい、ぜひ皆さんの目で感じてもらいたいなっていうものになっております。そして公式サポーターズクラブ、テクラブの入会も受け付けております。イベントやグッズの先行販売のほか、毎週水曜日夜10時からプロデューサーの田中さんとテクノロイド出演声優、出演声優、なんかすごいさっきから出演が可愛く出演テクノロイド出演声優、出演ですからね、はい、テクノロイド出演声優がマンスリー MC を務めるピーちゃんを生放送でお届けしております、はい、次回はなんとカイトくんがカラオケの鉄人で月一軽音楽部でカラオケ歌唱します。はい、まさか弾き語りではない。はい、意気込みをどうぞ。いや、もう本当にね、ただただ一人の男がカラオケで歌を歌うっていうところに収まらないように、しっかりね、アーティストとしてバツッと、テクノロイドの音楽の楽曲の魅力をお届けできるように頑張りますので、ぜひぜひ皆さん、直でっていうか、何、オンタイムで見てください、はい、お願いします。アーティストの回答が出るってよ自分でハードル上げたな。今自分で言ってたから。自分でハードル上げたな今。自分で呼ぶって出たから。アーティストのカイトさんは出てきますから。皆さんお楽しみに。さらに3月までに2ヶ月以上テクラブのレギュラープランに登録された方は1ヶ月無料になるキャンペーンも実施しておりますので、この機会にぜひ登録してみてください。はい、さらにさらにテクノロイドのスピンアウト D2C ブランドアイデンプティの予約販売が開始しております。なんじゃと。今回販売となったのは T シャツ、ロングスリーブ T シャツ、フーディの、3つの商品。 T シャツとロングスリーブ T シャツにはオプションでゲームに登場する20体のアンドロイドの製造番号タグを追加することが可能で、自身の推しキャラとさりげなくつながれます。あれ、なんかやらしいな。そうなんです、なんかやらしい響きだ。さりげなくつながれます。エッチだね。ちなみに僕人生初めて、はい、モデルをやらせていただきましてですね。どうでした？すっごい温かいチームの中で、はいはいはい、撮影できたんで、うん、なんかそのちょっとこう楽しくやれたので、うん、なんかこうラフな空気の中にちゃんと締まりがある感じで、お洋服かっこよく撮れてると思う。撮られながら、カイト君かっこいいよ、かっこいいかっこいい、あーアーティストがにじみ出てる、あでも本当に歌を顔で歌ってんのか、あ体で表現するかあれいじり出してきたぞ、急にいじり出してきた言われてた。でもなんか本当そういうなんか温かい雰囲気でやれたから、うん、めちゃめちゃ楽しくて、でしかも着心地も本当に良かったんですよ、うん、あら、そうなんでこれね、めちゃめちゃ届いた時を楽しみにしてほしいものなんで、はいはい、僕も買いましたし。まだでもこれは予約受付が間に合うんですか？間に合っちゃうんです、はい、なのでぜひぜひね、予約3月31日までの予約ですので、ぜひ皆さんチェックお願いします。以上テクノロイドインフォメーションでした。お送りしてきましたブラジ、エンディングのお時間です。はい、お時間です。お時間です。はい、はい、エンディングです。はい、どうでしたか？カイトです。ミネタですいや、おかしいだろ、おかしいだろよ。どうしたんですか？急に入れ替わって終わっちゃうなと思って。はいはいはい、なと。まあでもね、これ1月、これあれですか、今は1月8日配信分ですからね、これ。そうです。はい、あとまた3日後ぐらいに、そうだね、2話が来ますんで、皆さん楽
しみに本当にしててください。 K のね製造記念日ですから。確かにそうだよ、そうだよ。なんか起きるかな、なんかね。もちろんメモリーはゲットするんですか。もちろんですよ、そりゃそりゃお布施しますよ。お布施、そう、生々しいな。お布施だから。そうだね、気持ちですから。そうだね、お気持ちなんでね。あの P ちゃんの言葉を借りるんだったら、はい、なんか忖度が起こるとね。忖度ね、起こるようになってます。なってないですよね、そりゃね、うん、なんか、はい、うん、あーなってないって、うん、なってない感じでうなずいてました。うんうん、なってないなってない。はい、自力で弾けようと。自力で、僕も自力であの完登させましたんで。はい、ということでテクラジでは皆さんからのメールをお待ちしております。テクノロイドに関するメール、ラジオの感想、僕たちパーソナリティへの質問、メッセージ、そして各コーナーまでメールを送ってください。メールは番組の投稿フォームから送ってください。投稿フォームは公式サイト、公式 YouTube チャンネル、公式 Twitter をご確認ください。そしてこの YouTube の概要欄を見ればすぐにわかります。チェックよろしくお願いいたします。はい、次回のテクラジは1週間後の1月15日日曜日です。1月15日日曜日ですので、皆様忘れずにぜひ聞いてください。そして次回からのパーソナリティは Hey 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 Hey。 次回からのパーソナリティはノックスからコバルト役の浦和樹くんと、契約の私峰田ひろむの2人です。皆さんお楽しみに。そしてなんとゲストが来ます。ゲスト、誰ですか。ゲストは芝浦愛空役の田村睦美さんです。うわー、睦美さんが来るぞ。睦美さんが来るぞ。これは楽しい回になるでしょうね。はい、ということでどうなるのか皆さんお聞き逃しなくという。はい、楽しみ。はい、どうですか海斗くん。はい、もう終わりますけど。いやでもなんかなんだろうね、ヒロム君とこうやる空気感みたいなの、はい、なんかさ、こう徐々に、はい、徐々にも何ももう特にできてるんだけど、はいはい、できてるんだけど、なんか結局今回、はい、ギャフンと言わせられなかったなっていうね。ちょっとそういうのでやってないんですね。なんかね、こう3人の中であるのよ。はい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 、いつか一矢報いて、はいはいはい、ヒロム君がねわたわたってするような、こう攻めるようなことをやりたいなっていうのは3人の中であるから。なるほどですね。はい、いつでもかかってこいよ。うっそうっそくっそ、本当に覚えとけ次。ということで田君頼むぞ。今回のテクラジはここまで。お相手はノックスの契約峰田ヒロムとノックスのネオン役カイトでした。バイバイ。ちょっと本当次回浦和くん頼みましたよ。どうかな。この番組はテクノロイド制作委員会の提供でお送りしました。